チャウチャウ、チャウチャウ、中、スシケン、は、中国河北原産の犬種である。チャイニーズエディブルドッグ、ヘイシートゥー、などとも呼ばれ、特に、スムースコート種はシャンドッグ、スムースコーテッドチャウチャウとも呼ばれている。紀元前から中国にいた、知見で、老い立ちには三つの説が存在する。一つ目の説は、現在最もよく知られている。 サモエドとチベタンマスチフの交雑種に由来するという説である。この説は、チャウチャウの出生の仮説としては、最も有名な説ではあるが、この説で後輩に使われたとされているサモエドはもともと、ロシアの北地に住んでいるサモエド族によってのみ、飼育されいって外部に出ることは、ほとんどなく、初めて他地域に輸出されたのが19世紀頃、18世紀とも、 言われているであったことなどを考慮すると辻褄が合わず、この仮説は成立しない。また、この犬種の珍しい特徴である、青舌という特徴のルーツは、現在よくわかっておらず、一つ目の説で先祖として挙げられているサモエドや、チベタンマスティフには存在しない徳である。このことも一つ目の説は該当しないとする説の理由である。なお、その説はもともと、 チベタンマスティフと中国のスピッツタイプの剣士との交配が元になっているという説であったとする見解もあるとされている。中国から世界の犬種歴史学の専門家へ伝承されていく際に誤認識が起こり、チベタンマスティフと交配された犬種がスピッツタイプであったために、いつしかサモエドと誤って伝えられようになってしまい、この説に転化してしまったのではなかろうかと見られている。 二つ目の説は、チャウチャウが超古代犬種、紀元前千年以前から存在していた犬種であり、かなり古くからこの犬種として存在していたという説である。古来からチャウチャウは様々な作業犬として使われていて、紀元前2000年頃作られたと見られる瓶のようなものや海外へ輸出された美術品にもそれと思わしき姿が描かれていることポイントの一つである。また、貴重面でも、 古代的な部分が多く残されていて、気まじめで遊びをあまり好まない狼のような性質が備わっていることも要点として挙げられる。しかしながら、この仮説の科学的な証明は難しく、その他の決定的な証拠が発見されていないのが欠点である。三つ目の説は、中国の古代犬種であるハンドックの子孫で、それとチベタンマスティフの後輩に基づいて生まれたという説である。 また、この仮説では、チャウチャウと兄弟関係にある、シャーペイも、ハンドックと何らかの犬種との交配によって生まれたと言われている。ハンドックは、漢王朝の時代に番犬として多く飼育されていた、日本犬のような短毛のスピッツタイプの犬種で、一つ目の仮説の原説と見られる説にもかなっている。ハンドックを刀剣用に改良し、皮膚のたるみを増やしたのが、シャーペイ。 万葉、食用として改良し、肉量を増やしたのがチャウチャウであるとこの説では考えられている。また、ハンドックを万県県食用として改良して、チャウチャウが作られたことを示唆するような美術品や絵画も残されている。さらに、がっしりしていないチャウチャウと、皮膚のたるんでいないシャーペイの姿を描いた美術品も見つかっていて、これらはハンドックとそれぞれの犬種の中間の姿を、 しているとから、信憑性があるとされている。しかし、この仮説にも欠点があり、青ジタのルーツについての証明ができないことがそれである。だが、ハンドックが青ジタであった可能性もあり、調査活動が続けられている。いずれの説にしても、ハンドックとシャーペイは、ちゃうちゃうと、親戚関係にあると見られている。なお、本種の単坊種である。 シャンドックは、チャウチャウの作出初期に分かれた犬ではあるが、地域によっては、チャウチャウとの意思交配が行われているため、ケネルクラブ等からの公認は受けていない。チャウチャウは、フシーやジャパンケネルクラブなど多くのケネルク部から公認されている。パーカーらにより2004年に発表された DNA 分析結果では、犬が灰色狼から分岐した後、柴犬。 秋田県などのアジアスピッツ系やチャウチャウ、シャーペイなどの青ツ、マスティフ系のグループがバセンジー、アフガンハウンドなどのハウンド系やシベリアンハスキー、アラスカンマラミュートなどの北極スピッツ系と分岐。その後、柴犬、チャウチャウ、秋田県軍がシャーペイと分岐し、さらに柴犬とチャウチャウ、秋田県軍が分岐したとされている。この分析では、チャウチャウは同じ、 マスティフのシャーペイよりも秋田県に遺伝的距離が近い結果となっている。一般家庭だけでなく、かつては寺院の番犬としても飼育されていた。一般家庭では番犬として家や財産の見張りをしていただけでなく、初期にはソリを引いたり猟犬として使われることもった。しかし、最も多く使われていた刺激は肉を取るための食用や コートをを作るるるたたた。めめに毛皮を取るための毛皮皮取の畜ととして、飼育されることであった食用にするにあたって太りやすくするため、後ろ足が棒状に改良された。それによりあまり走ることができなくなってしまい、ソリを引くことと狩猟を行うことは難しいものとなった。食用として飼育されるためのチャウチャウは、特別に管理された柵の中で飼育され、肉は、 一切与えられず穀物系の配合飼料の実を与えられて皮育される。犬は特定の体重を超えるまで皮育させられ、土殺業者に出荷される。肉の柔らかい若いうちに土殺され、肉は食用に、骨は漢方に、毛皮はコートなどの衣類に使うためにそれぞれ売られ。現在チャウチャウは世界中に輸出されていて、愛眼犬や消毒として広く親しまれている。 およそ15から30万円ぐらいの値段で販売も行われている。がっしりとした体格で、マズル頭の長さよりは短いが、適度な長さがなくてはならず、頭の長さの1、3以上1、2以下とアメリカなどのチャウチャウクラブなどでは明記されている。動物愛護の観点から短すぎるものはダメとなった。顔は、しかめっ面のように見えるが、これは決してシワや皮で形成されない。 奥目であることが国ある盾の溝で、鹿めっ面は形成され、前から見た時に目が見えないように皮膚が覆いかぶさっているようではいけないと、イギリスのスタンダード改定に伴って各国がそれを覆う形で改定された。青黒く特徴的な舌は青舌と呼ばれ、ちゃうちゃうと血統的な関わりがある犬種、キンタマーニドッグなど、や、ユーラシア大陸北方がルーツの古代犬種、 北海道県など、兄弟種と見られる、シャーペイにも時折現れる珍しい特徴である。耳は立ち耳。反れ耳や、どの部分であっても途中で折れる耳は欠点である。コートは、ダブルコートと言われる柔らかく、ウーリー状の下毛と張りのある、あでやかなオーバーコートに覆われている。スムースという短毛のコートのチャウチャウは、短いオーバーコートを折っている。尾は背中に背負って、ふさふさしている。 後ろ足が棒状になっているため、竹馬のような、ぎこちない歩き方をするとされてきたが、これも近年動物愛護の鑑定により、常に、苦痛の寝様子をすることなく自由に、かつ健全な歩み様ができなければならない、と竹馬法様という言葉は書かれなくなった。コートの量に関しても決して活動の妨げになったり、暑い気候の中で苦痛を感じたりするほどの量の、紐があってはならない。 というように、世界各国で改定された。性格は恩上げ物静かだが、気まじめで、家族以外には警戒心が強く、超然とした一面もある。対抗は、オスが48から56センチメートル、メスが46から51センチメートルで、体重は25から30キログラムの中型である。しつけは、 若干根気がいるが、主従関係がはっきりしていればそれほど問題にはならない。遺伝的には、緑内障、股関節形成不全症、軟膏外過長症、内分泌系疾患にかかりやすく、最近では熱心なブリーダーたちによって遺伝病とされる、股関節、肘関節、目、膝などの検査をして繁殖に用いるというのが世界的な流れであるが、日本では、 検査をするブリーダーはわずかである。元からの刺激上太りやすいため注意が必要である。特に避妊巨性手術後は注意が必要である。運動量はあまり多くないとされてきたが、昔の犬に比べて活動的になってきている。また無駄吠えが少なく静かであるためマンションなどでも飼育することができる。毛の色は、レッド、ブラック、ブルー、フォーン、シナモン、クリーム。 白を含むである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。